僕を置いて。行く気？そうそう、何度も休憩していたら間に合うものも間に合わなくなる。あ、ちょっと、ならもう少し歩きやすい道で行こうよ。漁師の息子ならそういうの分かるんじゃ。あ、異国の森なんかまで詳しいわけあるか。あの中兵の野郎、よくもあんなポンコツを。いやー、さすがに僕でも狼の暗号まではちょっと。いいや、テスター、その若さで教授にまでなったお前ならルガーコードだってきっと解ける。そう思って俺は推薦したんだ。はあ、やっぱりルーガルーを捕らえて直接話してみないと分かりませんよ。とにかく急ぐぞ。一刻も早く獲物を回収する。処分される前にな。あ、待ってくださいってば。とっとと歩け。人類同士が戦った対戦が終結してから十数年、次の世界大戦の敵は人間じゃなかった。お前らの、お前らのせいで何人の人間が死んだと思ってるんだ。お前らのせいで、お前らのせいで。お前は護送中に逃亡を図ったとして処分する。復讐で苦しんで死ね。そこまでだ、銃を下ろせ。な、何者だ。あ、もう、せっかくのサンプルなのに。大丈夫？何者だ貴様ら。上とは話がついているはずだ。そいつは引き取らせてもらう。悪いな、銃だけ撃ち落とすほど優しくはない。今人類の未来に必要なのは本当の天才なのだ。そうでないのなら、かえってクロスワードパズルでもやっていたまえ。お待ちください、カーティス中佐。確かに、こいつは少し変わり者ですが、こいつの言語学、民族学に対するひらめきは、まさに天才なんです。しかも、こんな小さいガキの頃から。雪が止んだら、ここを出てお前たちの車で飛行場へ向かう。お前たちは軍警察に引き渡されて軍法裁判にかけられるだろう。覚悟しとくんだな。安酒だな。タイならもう少しいいものを入れとけ。腐ったるみ。もう使えそうなものはないみたいだよ先輩。包帯はあったけど、その他は大工道具とか何かの缶とか変な機械やバラバラの玉くらい。それは火薬。あとは薬莢にその火薬なんかを込める機械だな。へえ。おそらくここは漁師が使ってる小屋なんだろう。へえ、さすが漁師の息子。だから何でもかんでも漁師漁師ってな。これがルーガルー。捕虜として生きたまま連れ帰れるのは稀らしい。こいつらは捕まるとすぐに自ら命を絶ってしまうらしいからな。ルガーコードが解読されたという話、本当なんですか？その話誰から聞いた？噂です。これでルーガルーの軍を撃退できるんじゃないかって。
解読の仮説は立ちました。あとは実際に検証するだけです。そのためにはルーガルーと話す必要があるんです。それなら早く試してください。私のポケットに口輪の鍵が入っています。誰か兵長、余計なことを言うな。試してみるか、テスター。日没まではまだ余裕はあるし、メスは変身しないって話だしな。そうですね、本部に戻る前にヒアリングも進めておきたいですし。戦争なんて知らない。みんな食べられちゃえ。ダメだ、こんな小屋すぐに壊されちまう。だからこんな化け物さっさと殺すべきだったんだ。そいつをバラして外の狼に見せつけてやれ。ダメですよ、そんなこと。ダイ、もうやめましょう。これ以上刺激が。何ビビってやる。俺がやってやる。やめろ。どけ。殺すなんてダメだよ。この子はルガーコード証明のための大事な証拠なんだ。それに気持ちが通じるかもしれない。この子を殺したくないよ。何ぬるいこと言ってやる。これは戦争。テスタがアマちゃんなのには同意するが、捕虜を殺させるわけにはいかないな。クズどもが。くそ、何をするつもりだ。銃がありゃ獣なんか怖くねえ。銃さえありゃ。ダメだ、やめろ。銃をよこせと言ってるんだよ。先輩、行くぞ。はい、行けません。行けません、大変。うるせえ、この腰受けが。バカ、出るな。テスト、物置にあった缶を全部出せ。それと金槌。何を？よし、出るぞ。
もう時間がない。諦めろ。おい。さあ、早くここから出よう。先輩、すごい爆発だったね。即席の時限爆弾だ。時限爆弾？銃弾の雷管を火の熱で発火させたんだ。バルケ兵長、あなたたちの車は近くにあるんですよね。あ、はい、近くの森の入り口に。ほら、無茶しやがって無茶してもいざという時は先輩が助けてくれますから。バカ言え。男なら自分の身は自分で守れるようになれ。急ぐぞ、もうすぐ日が暮れる。今まで確認されたルーガルーは日没の後だ。早く飛行場まで行かないと。ごめん、ヨナガ。え、うちの名前。うちは戦争になんか興味ない。人間もルーガルーも嫌いだ。殺し合いたければ勝手に殺し合え。うちは協力なんかしない。暗号の解明に協力すれば戦況も変わっていく。そうなれば交渉も可能になるだろう。お前の嫌いなその戦争の早期終結だってあり得るんじゃないか。戦争を終わらすだけじゃ人間は満足しない。そんなことはない。ありました、トラック。人間は自分より優れたものを許せない。ルーガルーが根絶やしになるまでやる。確かに人間は自分と違うものや自分より優秀なものに冷たい。同じ人間同士でさえ差別や偏見、いじめが存在する。僕も寄宿学校時代はずっといじめられてたな。他の生徒より成績がちょっと飛び抜けていたせいで、うん、僕だって本当は夜長と同じで戦争なんてどうでもいい。僕がこの仕事を受けたのは先輩に恩を返したかっただけなんだ。でも残念ながらルガーコードは僕には解けないです。はあ、お前、仮説は立ったって？はい、解くことはできないという仮説が立ったんです。まあ今はもう仮説じゃないんですけど。そう、人間には解けない。ルガーコードは言葉を基準にしているだけじゃないから。どういうことだ。気持ちも飛ばしてんだ、この耳でしか聞けないやつ。テレパシー、もしくは心みたいなもの。その心を音と混ぜて送ってる。だからうちらが直接解くしかない。だけど人間になんか協力しない。そういうわけなんです。先輩、役に立てずにごめんなさい。なるほど、それだけわかれば十分です。バルケ兵長、どういうことだ？バルケ、その男なら2、3日前に食っちゃったよ。バルケさん、下がってよ。
ことだ。奴はお前も殺そうとしたぞ。仲間じゃないのか。バルケさん、いや、あのルーガルーはなんであそこに紛れ込んでたんだろうね。うちをおとりにした。おとり？人間がルガーコードを解読したっていう情報を得て、それを確かめるためにうちをおとりにしてお前らをおびき寄せた。解読できていないと分かったから忌み物のうちも一緒に始末しようとした。そんな、どうして仲間をおとりなんかに。それはうちが呪われた血の一族だから。呪われた血？化け物でもさすがに目には効くみたいだな。やべっ、できるだけ遠くに。答えて、ごまかさずに。助けたいよ。僕は先輩を助けたい。なら死ね。人からもルーガルーからも追われる者へ。うちと同じ呪われた血よ。忌むべきその力を持って脈打て。クソ、ここまでか。あいつら無事逃げられたか。今日から呪いだー！
もう人間社会には戻らないか。すいません、こんな僕が戻ったらみんなに迷惑がかかっちゃいますし。もうすぐルーガルーが退去してくる。ルーガルーだけじゃない、人間からも狩られる。それじゃあ先輩、いつまでもお元気で。待て。ダメですよ、今起きちゃう。もうすぐ救助が来てくれますか。あ、先輩。耳くらい隠せ。貸してやるだけだ。いつか返しに来い。必ずだ。先輩。でもこれ、僕にはちょっと。ダサいな、それ。戦いはまだ続いている。たとえどちらが勝ったとしても、僕らに居場所はないだろう。いや、むしろ今は。